はいどうも、石川です。今日は、ホリエモン橋本徹定年延長に指摘ということでやっていこうと思うんですけれども、まあ、これ何かというと、現在非常に国民の間で話題になっている検察庁法の改正案について、まあ、今週の採決が見送られたということでも今話題になっていますが、この問題についてもうみんな反対してるけど、いや、そもそもこれ反対する人って前提知識あるとか。基礎情報分かってるみたいなことを、まあ、堀江さんが、まあ、動画で言って、これ非常に話題になってると。で、橋本さんについても、この問題について、いや、結構それ誤解あるけど、これ本当にそうなのみたいなことを動画で言っていたので、まあ、これについて、二人が何を言っていて、で、それに対して、まあ、どういうふうに見ればいいのか、まあ、言ってること正しいの間違ってるのという、ここについて、今日はこれやっていきたいなというふうに思っています。はい、ということで、まあ、早速、堀江さん見た後に、その後、橋本さん見るというふうな感じでやっていこうと思うんですけど、まず、堀江さんについて、はこれそもそも前提としては、彼はライブドア事件で逮捕された後に、検察庁の力の強さ、権力の強さとか、現在の体質とか、こういったものについて非常に問題視して、積極的に発言をしていると。で、前回も以前もゴーンさんの、との対談みたいなことをして、そこでも似たようなことを言っていたので、基本的にはそこの、今まで従来主張されていた内容の、延長にはなるんですけれども、こんなことを言ってるわけですね。検察庁の権力は強すぎると。民主主義で統制されていないと。で、特に内閣が検事長を選ぶというふうに今、なっている、法律ではなっているけれども、事実上、もう内部で決定された人事っていうのが、そのまま、踏襲されているだけだと。だから、その内閣の力が入って、ここしっかり、その、民主主義の力を入れていくっていうのはいいことなんだと。だからむしろこれ反対してる人っていうのはこの問題の本質を何も分かってなくて、その内閣の力がちゃんと入って民主主義によって検察庁の権力っていうのが監視されてるっていうのはむしろ好ましいはずだっていうふうにこれ言ってるわけですね。で、これ補足をしておくと、そもそもその検察というのは、行政機関、行政に属するものの、準司法ということで、三権分立のうちの、三権のうちの二つですね、力を持っていると。で、加えて、立法においても、力を及ぼせるぐらい、もう三権すべてを掌握するぐらいの力があるというふうに、堀江さんは理解しているわけです。で、下の方に動画貼っておくので、そちらもぜひ見てほしい。17分ぐらいちょっと長いんですけど、見てほしいんですけれども、そのぐらいの力を持っていると。で、だから、ここって、そもそも民主主義によって全く統制されていなくて、一応、その形としては、選挙によって選ばれた議員、その議員の中から選ばれた内閣っていうのが、その人事の検察のトップを選ぶという形で、今、その一応体制、法律としてはなっているけれども、でもこれ実際そもそも、内部で決めた人を、内閣が後からじゃあ OK っていうふうに言ってるだけだから、実質その国民の力っていうのはもう全然入れないと。だから、検察にもしなんかよくわかんない人、変な人がトップになっちゃった場合は、国民が、それっておかしいよねみたいな。その権力の使い方間違ってるよみたいなことを、実質全然言えないと。だからこういった検察の体制っていうのが問題だっていうことをみんな分かってないと。分かっていないから今回もその内閣がここに入ってきて人事権を行使するっていうところもなんかとりあえずなんか反対しますって言ってるだけだけど、これは問題の本質を見余ってますよっていうところが、これ堀江さんが動画で言ってるような話になるわけですね。で、ここについては、もちろんそれは、検察の、あり方とかについては、個人的には同意する部分と、それから、でも一方で、そこはそうとも言い切れないなというところがあるのが、この下になるわけですね。で、これまず何かというと、堀江さんが言うように、その、緊張関係が持たれる。つまり、その、検察が肥大化する権力に対して、内閣が人事権を行使することで、権力を、統制できるというふうになること自体は、それはもし緊張関係が持たれていれば良いのだが、しかし、これ内閣の力が大きくなりすぎて、内閣のチェック機能っていうのを、検察が失ってしまったら、それはそれで問題だよねと。今現状で言われている、その問題点っていうのは、ここも一つあるわけですね。なので、この問題っていうのは、その堀さんが言うように、緊張関係が保たれて、しっかり相互にその権力のチェックっていうのが、働けば OK だけれども、本当に働くのだろうかというところが、一つ目の突っ込みになるわけですね。で、もう一つですね。権力、検察の権力が強すぎるという問題と、それから内閣が、検察に対しても力を及ぼしすぎてしまう。内閣の力が肥大化しすぎてしまうというところっていうのは、これそれぞれ問題がやっぱりあるわけなので、これどっちをやればこっちは別にいいとか、こっちをやればこの問題っていうのは些末な問題だというふうにはなかなか言えないわけです。
で、この2つの問題っていうのはそれぞれ両立するので、まあ、しっかりこれ順番に議論をしていかなくちゃいけない。で、まあ、堀井さんが言うようにそのいわゆるその中世のような司法体制とか人権を無視して、自白偏重型のその今の検察の取り調べの仕組みとかこういったところはもう長い間問題されていたにもかかわらずずっと改善されてこなかったので、まあ、ここはしっかり議論をしなくちゃいけないんだけど、ただいずれにしても今回の検察庁法のまあ改正についてもそうですし、検察のあり方これそれぞれを議論しましょうよというところが、まあ、これまあ堀江さんの動画に対しての、まあ現状の、まあ、こういうふうに見たらいいんじゃないかという個人的なまあ見解になっていきます。はい、ということでじゃあ次なんですけれども、橋本さんはこれどういうことかと、どういうことを言ってるかというと、まあ、皆さん、検察に対して内閣が権力を行使するっていうのを問題だと思っていますが、問題だというふうに言っていますが、そもそも現時点でも現状でも検事総長とか検事長の人事権っていうのは内閣にあるわけですと、まあ、だから安倍さんがやってることっていうのは別に問題ないわけですね、そもそも。で、加えて法解釈についても、まあ、内閣法制局とかそういったところが、なんか今までの見解と違うじゃないかみたいなこと言ってるけど、でも法解釈についてもこれ内閣が決定することができるわけです、最終決定は。だからこれ安倍さんがやってることっていうのは明らかに法を逸脱したことではなくて、まあ、別にその今の仕組みとして認められていることをやっているわけだから、それって別に問題ないよねと。で、もしその内閣のやり方に不満があるんだったら、これ選挙で民意によってその内閣をひっくり返せばいいじゃないかというふうにこれ言ってると。で、こちらの動画も下に貼っておくので、まあ、実際のこう発言を見ていただければなというふうに思うんですけれども、まあ、ここについてもですね、まあ、2つ、ポイントがあるかなというふうに思っていて、まず1つがこのシステム自体、つまり、検事総長とか検事長っていうのを内閣が選ぶというこのシステム自体は確かに問題はないですよねと。で、しかし今回問題になっているのは、これまあ確かに誤解して、ここ、なんかここを問題だっていうふうに言ってる人がいて、まあそれはそれ、橋本さん言うように間違ってると思うんですけれども、今回問題になっているのは、特定検事の延長プロセスだと。特定の検事が、なぜか、まあ恣意的にあの人延長しましょうよっていうふうに言われてしまったこと。で、それを後から、追認するような形で、十分にその批判的な検証もされずに、今回法改正に持っていかれようとしているところが、まあ問題なので、これは、まあ、そもそもプロセスの方を問題視するべきで、これ橋本さんの、まあ、指摘というのは、まあ、ちょっと、論点がずれてるんじゃないかなというところが一つですね。で、もう一つはですね、内閣の異議申し立てっていうのは、まあ、皆さんやっぱ選挙だと。まあ、もちろん選挙というのが重要な異議申し立ての場であることっていうのは、これは当然そうなんですけれども、それ以外にも、例えばデモをするとか、ツイッターで声を上げるとか、これいろんな形の異議申し立てのシステムっていうのが担保されてるわけです。民主主義というのは。民主主義っていうのは別に4年に1回とか、まあ、何年に1回の選挙のみで民意を反映できないというふうに別に定めているわけではなくて、様々な形で民意を行使することっていうのはできると。まあ、だから選挙で内閣をひっくり返せばいいっていうのは、これは実際の選挙っていうのは経済政策とか外交政策、安全保障とか、まあ、いろんなその政策のある束の中の、まあ、一つに過ぎないわけですね、この検事総長の問題というのは。まあ、だからそれだけで内閣をひっくり返すっていうのは実質的にもこれは現実に即してませんし、まあ、ここでのみ別に内閣に対していやいやそれは違うというふうな異議申し立てをすればいいというのは、まあ、これは端的に間違ってるんじゃないかなというふうに思っています。はい、ということでですね、今回、まあ、堀江さん、それから橋本さんの、まあ、意見について、いやこれはこういうふうに見た方がいいみたいなことを、個人的な見解として述べさせていただきましたが、皆さんはどういうふうに、まあ、考えているか、ぜひコメントなんかでも教えていただければいいかなというふうに思いますし、まあ、こういったプロセスを通じてこの問題に対しての議論というのが、その誤った形ではなく正しい形、正しい事実認識に基づいて、深まっていけばいいんじゃないかなというふうに個人的には思っているので、ぜひ皆さんの意見とかも教えていただければなと思います。はい、ということで今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。面白かった、参考になったという方はチャンネル登録、それから高評価もよろしくお願いします。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。